今日はというか今日はっていう言い方おかしいんだけど、今フロントのブレーキのフルード交換が終わりました。次はリアの交換をしていきたいと思います。まあ基本的にやることは同じ。フロントだろうがリアだろうがやることは同じです。まあ楽なんで、俺はもうこれを外します。まあ、ここね、好みでどうぞ。この邪魔なんだよね、この。よいしょ。リアサスのね、これ、サブタンクすごい邪魔。サブタンク？アジャスターか。邪魔なんで、外していきましょう。まあ、ここは好みで、邪魔だなと思えば外せばいいし。邪魔じゃないなぁと思えばそのままでいいし、自分は邪魔。はい、まあボルト2本なんでね、すぐ外れます。まあ基本的にやることはフロントと変わりませんので、まあ外せる部分はどんどん外していくと、まあここまではどうってことないかなと思います。よし。そしたら忘れる前にこのウエスをね巻いておきましょう。こぼれるとめんどくさい。ただね、こういう言い方は良くないけど、フロントよりもこぼれてもちょっといいかなって思う。リアの方が対処しやすいなって思う。じゃあまずね、今外したダイヤフラムとキャップ洗っておきましょう。そしたら本来はシリンジだけど、今回もオイラーで抜きます。皆さんはシリンジで抜いてくださいね。その方が楽だからです。よし、まあ抜けました。まあ色汚ねえな。じゃあ今なんかちょっとあれだな、ここら辺汚ねえな まあ後で綺麗にするとして、今古いフルード抜きましたので、じゃあ新しいフルードを入れていきたいと思います。リアはね、カップが小さいんで気をつけてくださいね。すぐね、満タンになる。ほら、結構満タンでしょ。よし、こんなもんかな。じゃあ今度は実際のフルード交換を行っていきたいと思います。まあリア側もね、フロント同様、まずキャップを外してメガネをセットして、チューブを差し込むと。まあ基本的にここら辺変わんないんでね。ただ奥までしっかり差し込む。これがね、意外と奥まで入んないんですよ、そのままだと。それを注意してください。あとは抜け防止のクリップをしっかりはめると。これで準備は整いました。じゃあ実際の作業を行っていきましょう。フロントとやり方は変わんないので、今度は右手でリアのブレーキを押さえながら、リアのバルブをリリースします。そしたら底付きする前に戻すと。これを繰り返していきます。
これ底付けするとまたエアかんだりしちゃうんで、リアのブレーキ、普段は踏み込んでる状態ですんでね、手で作業するっていうのは基本的にこういう時しかないんで、やりすぎっていうのを注意してください。やることは基本的にフロントと変わんないんで、もうただ同じ作業を繰り返すだけです。タンクの中身がね、なくならないように定期的に見るっていうのだけ忘れないように。で、何度かまあ右手の動き見ていただくと分かるんですけど、1回踏み込んでバルブを閉めてから何度かニュンニュンって押してるんですね。それやらないとエアを噛んじゃうっていうか、次押し込む時の意味がないので、その作業をしっかり行うようにしてください。ただその時にバルブリリースしちゃダメですからね。バルブは閉めた状態で何回か押さえ込む。そういう風にしないとやってる意味がないです。閉めたら何度か手を動かす。そろそろまだかな？フルードもね、何度か継ぎ足すようにしてください。リアはすごい汚い。そろそろペットボトルを交換したいと思います。多分ね、もういいんじゃねえかな。多分フルード交換終わってるぐらいじゃないかな。よし、こんなもんかな。こっちが古いの、こっちが新しいの、こんな感じ。では今フルードの交換が終わりましたので、チューブなんかを外していきたいと思います。まあ、ここら辺はね、もうフルード交換できちゃえばね、ここら辺はあっという間に終わります。よし、チューブは外れたと。メガネはそのまま外れます。あ、一応ね、ここもう一回閉まってるかだけは確認しておいてくださいね。まあ、基本的に作業中で閉まってるものなんで大丈夫ですが、ここしっかり閉まってることは確認するようにしてください。そしたらここをティッシュできれいにしていきましょう。こうなんかめんどくさいな いろいろと。この中がね、固まっちゃうと次のエア抜き、フルード交換すごい大変になっちゃうんで、バルブ交換しなきゃいけなくなっちゃうんで、しっかりここは中のフルードを吸い出すようにしてくださいね。よし、そしたらキャップをして完了と。そしたらフルードがアッパーより下、ロワーより上っていうのを確認して、ダイヤフラム、先ほどね洗って乾燥させたダイヤフラムをはめていきましょう。そしたらキャップのロックをはめると。はい、これでリアのフルード交換が完了しました。まあフロントよりは楽ですね、リアの方が。まあ距離も短いし、
キャリパー自体も小さいし、シングルだし、そういう意味では、まあ、やっぱ楽かなと思います。これが今交換したフルード、こっちが古いフルード、こっちが新しいフルード。まあリアはね、あのシングルキャリパーですし、経路も短いので交換自体が簡単だし、まあ時間もかからずフルードの量も少なくできるということで、まあ興味ある方はぜひやっていただければいいんですが、まあ、基本的に無理にやらない方がいいです。あのお店出せばやってくれるんで、それだったらお店に出してやってもらった方が安心安全なので、無理してねやらないように。今ブレーキのフルード交換が終わりました。で、まあポイントとしては、不安が残るなら自分でやらない、カウルなんかにフルードがつくと塗装を傷めてしまうのですぐ洗う、なんていうね、そういった知識、あと道具なんかも必要です。本当にね、もうこれ不安が少しでもあるんだったらやらない方がいいです。お店にお金払ってやってもらった方が安心だし安全。なんかあってっからじゃ遅いんでね、それなんで無理にやる必要はないです。お店に素直に交換してくださいって言った方が多分ね楽だと思いますんで、本当に無理にやらないように。あと今回フルードの交換も行っています。で、特に自分なんかだとフロントの、タンクも交換してしまっているので、ブレーキのパッドの量ってのがもう分かんなくなってます。本来、まあ、新車で特に買った方なんか走り回っててタンクの量が減ったら、あ、パッドが減ってきたんだなっていうのが分かります。だけど自分はもうタンクも変えてしまったし、その時もちろんフルード入れ替えてますんで、それもやってますしね、今回またフルードを入れ替えてますんで、もうタンクでパッドの量を見るっていうことが不可能になってます。なのでこういうことやった後っていうのは、距離とパッドの量っていうのを確認するっていう癖をつけといた方がいいです。でないとパッドがなくなってもフルードまでいっぱいあるから大丈夫だと思って走り回ってると、ディスクを痛めてしまったり、本当にブレーキ効かないとかっていうこともありえますんで、ただ単にねフルードは交換するもんだから交換した方がいいよとかそう思ってるんじゃなくて、違うところもしっかり見るようにした方がいいっていうか、そうしなくてはいけないです。なので、フルード交換するだけじゃなくて、今度はブレーキ周り、特にパッドなんかもね気にするようにしてあげてください。でないと本当にパッドなくなっててフルード残ってて、あ、まだいけるいけるって走ってたらブレーキがいきなり効かなくなったりとか、音がキーキー鳴ったりとか、でディスクそれで痛めちゃったりとか、もちろんそういうことだってありえるので、無理にね自分で何かやったりとか、あんまりこうね知識がないっていう状態で何でもかんでもやってみるっていうのは避けた方がいいかなと思いますんで、まあ不安だったらお店に出すっていうことを心がけてください。